虫をちょっと今から食したいと思います。自身の料理のレベルアップのため調理経験のないゲテモノを食しに来た西田、そして虫を食べることに。虫系でおすすめってありますか？虫系だとこちらメニューにある店員におすすめを聞き虫料理を注文。早速一品目が到着。ちゃんと虫、昆虫料理一品目、スズメバチの幼虫の甘露煮。じゃあいただきます。そこまで入り込むのは俺を食べるつもりなかった。ムカつくから早く食え。もっと今前みたいないい時期だったら自分でもできるけど、ゴリゴリって言いました。これ色が違うの何なんですかね。段階ですかね。なんか卵の段階なんですかね。確かに幼虫なんですよ。でも甘じょっぱく似てるんで全然食べれますね。苦味ありますね、ちょっと食べた後に。なんかいいっすね、癖になりますよこれ。気持ち悪いからバクバク食うな。完食しました。じゃあ全部食べれますので、はい、バクバクいっちゃってください。はい、はい、2品目はオオグソクムシの丸揚げ。じゃあそろそろ投資使いますか。予想通りです。一応今週末土曜日まで来てない。箸は持つが一向に手が進まない西田。悪い。とりあえずレモンかけたら何か変わるかもしれないですけど。テカリが出て余計キモくなった。いただいてみたいと思います。うじゃあいきますね。一応お塩があるんでお塩つけて。なんか全部食べれるそうなんで全部とりあえず。どっから食べたらいいんですかね。買ったこうですよ、よく噛んだよ今。いかエビの頭の、なんで急にグリーン、この爆音で。エビの頭の殻の。西田、何を言っても無駄だ。グリーン以外入ってこない。ほんまちょっとだけ、身ありました。ここ。足が足合うんですね。完食。調理法も完璧に見えてますから、今日食べた料理を家で作りたいなと思ってます。今迷惑だ、作るな。歯になんか詰まってると思ったスズメバチでした。